美女からの通信だよ。はい、こんにちは、ブルーホースです。まあまあまあ、せっかくね、チャンネル開いていただいたんですから、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してから、動画、最後までしっぽりとご視聴いただけたらと思います。最後にね、主人公のアヘ顔を見ること、アヘ顔なのかな、まあ、見ることができるんでね、アヘ顔見れないか、ああ、見れるわ。うん、見ることができるんでね、ぜひ最後まで動画ご視聴ください。ということで、まあ、前回はなんか謎にね、積み立てNISAとかNISAとかみたいなね、あの株式投資の話をさせていただいたんですが、なんでバイオハザードで株式投資の話みたいな。まあ、このチャンネルではバイオの実況をするっていうパターンもあれば、おパンツが見えたり、黒いのが見えたり、おっぱいが見えたりっていうのもありますし、まあ、それから、まあ、ラジオ感覚でね、ちょっと僕がその場でパッと思いついた雑談を話すみたいなこともしたりとかしてるんで、まあ、そんな感じでね、まあ、その時々でどんな話が一体飛び出てくるのかわからないみたいな、そういうドキドキを味わってみたいなっていう方、ドキドキはしないか。まあ、いろんなラジオが聞けるんだなって思っていただけたらというふうに思いますんで、まあ、そんないろんな話を聞いてみたいな、実況見てみたいなという方は、ぜひね、僕のチャンネル登録をしておいていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、まずは早速ね、よう模様してきたので、おいで、出ておいで、来ない、来る、来ない、うわーちょー、生きてた。ああ、この家でさ、大きい方を催したくなってきて、どうしたらいいんだろうな。立ちながらするのかな。漏れちゃった。漏れた男は処刑ですね。まあ、普通に考えて村長の家しかトイレねえしな。あとのやつどこで排泄してるんだ。だって今の村ってさ、別にそのかつて彼らが普通の人間だった時からの村の形をしてるわけでしょ。急に寄生虫に侵されたからトイレを排除するわけがないですもんね。まあ、もしくは排除しちゃったのかなね。順中は食らない。順中は、あ、死んだ。順中は、まあ来たから、まあちょっとゆっくりゆっくりと痛めつけていきましょうやね。だからこれいいよね。先行弾プラスダメージっていう感じだもんね。うん、今もう何発与えてるのか分かんないくらいになってるけど、ほらほら下がれや、どんどん下がれや。まだまだまだ生きてるのか。なかなか、なんでチェーンソーを持ったら体力は上がるんだろうな。これあれか、主人公を一撃で殺せるっていうアドレナリンが増してきちゃってるからっていうことか。まあ、これちょっとこいつ、あんまり発情できないんで、先にやっちゃおう。取ります。そして、チュイー。おやすみなさーい。まあ、やっぱりね、こう、バイオ RE2 みたいに、ちょっと発情できるような敵が出てこないとダメっすよ。まあ、レイチェルとかさ、赤いタンクトップ着た、赤いタンクトップでショートパンツ履いたゾンビちゃんとかさ、ね。それはやっぱ出てこないと、なかなか、敵を倒す醍醐味もなくなっちゃうからね。ちゅどん。もう終わりかな。あ、いるね。いるけど、終わった。よし、OK。取ります。取ります。ね、あんだけ殺戮があったのに、普通にこう、また村の生活を過ごしているっていうね。だからあれなのかな、こうサッカーみたいに、もう自分のポジションを徹底して守りますみたいな、そんな感じなのかな。だから、まあ、レオンがいろんな、まあ、村中央で暴れたり、農場で暴れたりとかしてたとしても、だから俺のテリトリーじゃねえからそこはいいや、みたいな。いい働き方してるよね、ほんと。まあ、僕もね、1月から転職をして、まあ、新しい会社で今働いてるんですけど、まあ、3ヶ月間試用期間ということで、まあ、今2月終わり、もうすぐ3月に入ろうかっていうところで、まあ、試用期間っていうか、まあ、研修期間って言った方が正しいのかもしれないけどね、まあ、ちょっとね、なかなか難易度の高い会社に入ったもんですから、まあ、覚えることが大変なんよね。毎日がこう、パワーポイントと格闘しながら、パワーポイントとか動画とか格闘しながらね。だから普段なんかさ、偉そうな子さ、こう心理とかコーチとかコーチングのこととか喋ったりとかしてるけど、仕事自体は全然違う分野に携わってるから、自分が興味ある分野っていうものと、その持ち合わせてきた知識とかっていうのが全くもってこう仕事において役に立つことがないっていう感じなんですよ。だから、そういう意味では、なんだろう。
なんか趣味でやってるこのベラ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 喋りまくるっていうことと実際の仕事っていうのは乖離してるから、そのまあ人生100年時代のライフシフトっていう本からするとある意味正しいのかもしれない。自分が興味持って、まあ、自習自学ができるような分野からするといろんなまあ自分が興味ある分野のことを勉強しつつで、かつ仕事は仕事で、まあ、スキルが身についていくと、まあ、確かに今の仕事のスキルを身につけておくと、まあ、仮にその独立するとかそういう道に進むとかってなった時に、まあ、相当な専門知識を持ってるから、まあ、中小企業のアドバイザー的な立ち位置でどうしたらいいかみたいなことはもしかしたらその気になれば、何社かはこう雇ってくれるようになるんじゃないかなっていうふうに思うけどね。まあ、そのためには今から、まあ、5年くらいは少なくとも働いて、で、まあ、5年以上働くと、うん。まあ、確か、あ、違うな、何年か働いたら副業いいよ、みたいな感じで確か言われてる会社なんで、まあ、それは、当然その、最初の少なくとも何年間かっていうのはね、仕事でやっぱ実績出すっていうこととしっかりと勉強して一人前になる。条件っていうことが大事になってくるからね。だからその、ちなみに、時々、なんかうちの会社副業ダメなんだよねみたいなことを言ってくる人がいるんですけど、いや会社にバレるっていうリスクは、まあ抜き道はいくらでもあるんですけど、別にね、副業ってね、やってもいいからね、就業規則で禁止されてたとしても、その実際のその本業の方で成果きちんと出したりとか、その勤務態度に問題とかがない限りにおいては、別に副業が禁止されているっていうかっていうのは無視していいっていう感じなんですよね。うん。で、まあ、確定申告の時とかに、その、まあ、ちゃんと、なんか自動にせずに、まあ、確定申告をちゃんと3月、まあ、2月、3月とかにやっておけば、まあ、会社にね、バレることは、まあ、なくなるだろうという、そんな話。まあ、そこら辺の細かい話に関しては、そういうの専門にやってるチャンネルがあるんで、チャンネルっていうか、まあ、動画があるから、まあ、そこをね、ぜひ皆さんご覧いただけたらと思うんです。俺の会社副業禁止って書いてあるけど、副業できるのって思われた方もいるかと思うんでね。うん。副業、まあ、実際やって構わないからね、別にね。うん。ね、大体さ、その、決められた就業時間内で、適当っていうのを、ふさわしいっていう意味の適当なお金が支払われてれば、そもそも副業なんてやらないでいいはずじゃん。でもなんで今こんだけ副業がね、やった方がいいよって言って流行ってるかって言ったら、30年間賃金が横ばいだったから、だからね、しかも税金は高くなり、物価は高くなりっていう。だから、まあ、仮にだけど手取りがじゃあ20万円ですと、ものすごいざっくりした話をするけど20万円です。これ特に若い子を聞いてほしいんですけどね、社会人になったばっかりとかの子とかに聞いてほしいんだけど、まあ20万円手取りがありましたと。じゃあ昔だったら、例えば30年前だったら、それが手取りとして、ごめんなさい、何言ってるんだ。20万円の収入が入ったとして、じゃあ手取りがいくらになるかっていうと、ざっくりした話だけど、じゃあ、20年前だったら、あ、じゃあ30年前か。だったら、まあ、あれ、いなくなってる。ヘビー。しょうもないこと言ったから逃げられちゃった。そう。30年前だったら、まあ、例えば16万円手元に残りましたと。ところが今は14万円になっちゃいますと。この2万円が、まあ、年間12ヶ月あったとしたら、24万円年収の差が出てきますという、まあ、そんな話で。もっとえぐいけどね。うん。そうそう。っていうような話だから、じゃあ、手元に残るお金がますます少ないのに、そのお金でなんとかせえっていう方が酷なわけですよ。うん。だって、手取りがさ、税金上がって14万円でしょ？で、しかもさ、その残った14万円と16万円で使えるお金の幅っていうのも物価高のせいで全然変わってくるということなんですよね。仮にだけど、じゃあ牛肉買いますってなった時に 100g じゃあ500円ですっていうのと 100g 600円ですってなったら、もうね、1キロ買っただけで1000円変わってくるわけさ。そうです。それを、じゃあ仮にだけど30日、まあ毎日じゃあ牛肉いっぱい食べますってなったら30日でしょ？ってなってくると、1000円かける30で3万円変わってくると。で、それが14万円と16万円の差での、しかもプラス3万円ってなったら5万円の差になってくるわけでしょ。いやー、えぐ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 
っていうような過酷な時代を、まあ、過酷な時代というか、まあ、過酷な国の中で僕ら生きてるんですよ。うん。だから、あの、副業は、あの、禁止されてようが禁止されてなかろうが何かしらやった方がいいですっていう話。まあ、もしくは副業をするほどのちょっとやっぱり、な、あの、ブロック企業ってなんだ？ブラック企業なんでブロック企業？カッチカチなんか。そのブラック企業みたいなところで勤めて、もうそういう余裕も、あの、心もないですっていう方は、まあ、少なくとも投資はやっといた方がいいというところですね。だから投資は、証券口座開いて、まあ、楽天か SBA がおすすめってよく両学長なんかも言ったりとかしてるけど、うん。そこで開いて、で、一定のお金を、まあ、突っ込んでおいて、で、必要な時になったら出すと。そんな感じですね。そうしておいたら、まあ、自分が働かなくても、まあ、よっぽどのことがない限り、まあ、5年、10年、少なくとも5年、10年のスパンで考えてみた時に、まあ、お金は、溜まってるからね。100万突っ込んで120万になったりとか、もうすごいざっくりの話をすればね、うん。っていうところだから、まあ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 、よくお金のための5つの力みたいな言い方とかされてるけど、守る力とか、貯める力とか、使う力とかね、うん、増やす力とか。っていうのがすごい大事だって言われてるけど、まあだから僕の場合は、まあ、その、今すぐ仕事を辞めていいっていうほどの資産は残念ながらないけど、そんだけ溜まっとったらもう、好きなことだけで生き、とかもうやりたくないことを排除して生きていこうかなって思うけど、まあまあ残念ながらね、うん、まだまだ仕事をやって生きていかなきゃいけないという、年と、まあ資産なので、まあ、数年はね、ぶっちゃけ、まあ今の仕事が仮に、クビになりましたとか、会社がなくなりましたとかっていう状況になったとしても、数年はまあ普通に食っていけるくらいの資産は一応あるんだけど、それでも、投資に回して、徐々に増やしてっていうので、まあどのくらいのタイミングでね、引退してもいいのかなって思えるかっていうところだけど、まあいかんせん子供がまだまだね、2歳になったばっかりで、2人目もそろそろっていうような状態の中で、ね、これから15年後くらいには、15年前後くらいにはさ、お金がボコッと必要になってくるタイミングが来るわけだからね。うん、だから大阪なんかいいよね。僕今京都に住んでるんですけど、大阪なんかはさ、高校の無償化を目指してますみたいな話がね、飛び出したりとかしてるから、もう高校まで無償化になったとしたらでかいよ。まあ、中学、小学校、中学校、私立で行くってなったらちょっとあれかもしれないけど、普通に公立とか通うんだったらね、そんな大して打撃になるわけでもないからね。まあ、そこら辺はどうするかだよね。一応、まあ僕も嫁さんも公立校出身だから、小中ともにね。まあ一応高校も公立校だけど、まあそんな大してお金はかからないんですけど、まあね、娘ちゃんがね、私立の小学校行きたいとか、公立、あ、私立の中学校行きたいとか、受験したいのとかって、取れねえな、魚が。めっちゃシビアわ。無理。あ、広、あ、いけた。けどもおう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 、完全に桟橋に体がめり込んどったけどな。取れない、もういいや、じゃあもうこのまま下がっていこう、うん、っていうような感じだからね。まあ結局はその子供がさ、こういうことやりたいとか、ああいうことを、ああいうもの欲しい、まあ欲しいはちょっと分かんないけど、ああいうことをやりたいってなった時にどれだけその親を説得することができて、でかつそのやりたいことを実現するために金銭的援助をしてあげられるかっていうところですよね。うん、で、その子供が、その、なんとなくその誰かに葉っぱかけられてとか、感化されてやりたいっていう程度だったら、僕はちょっと弱いかなって思うんだけど、子供がどうしてもさ、どこどこの大学に行きたいとかさ、なんて言ったらいいんだろう。まあ、こういうことを始めてやりたいとかっていうことを本気で考えてるんだとしたら、親がそこまでだったらやりないとか、そこまで準備してるんだったらやっていいよっていうようなことを、まあ、どんな状態になった時にでも、じゃあこれでなんとかしなさいみたいな感じでお金をポーン食べて、ドゥン、まあちょっとそろそろ泳ぎたいなって思ってた頃だったんで、ちょうどいいかなと思って、うん。こんだけの重装備であってさ、アタッシュケースもあるのに、どうやって泳いでんのって話だよね。今も そんな細かいとこ突っ込み始めたらキリがないから、落ち着いて。あのね、無限武器が使えないのとさ、あとね、まあ何回かこのゲーム、もうこれ多分4周目かな、この、うわぁ、危ないっちゃや泳ぎます。え？終わった？あ、よかった。危ねえ。さすがに緑の体力で死なんやろと思ったけど。そう、あのね、
マウス操作だとね、なんか恐ろしく照準がなんかブン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 行くんで、あぶねえんだべや。からすっごい狙いづらくって、そう、Wii とかゲームキューブとかでやってた頃、こんなに苦労したことマジでなかったからね。あ、これ消える。消えていなくなるパターンやな。どこ出ておいで。探します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 。あ、いたいたいた、泳いでる泳いでる泳いでる。やべやべ、この微妙な、この微妙な操作が、この微妙な操作が、うら外してる。おお、あ、おい、あ、なるほど、攻撃をかまさなかったらこれやられるんだ。あれだね、なんかんですとかと戦う時みたいな感じだね。だからコマンド入力して外すか、もしくは頭打って攻撃を解除するかみたいなことをやっとかないといけないですね。こいつもこんな小分なんだったらさ、さっさと一口で飲み込んでしまったらいいのにね。何をこんなに戯れてるんでしょうね。あれかな、オオサンショウウだけど、やっぱちょっと寂しいから遊んで遊んでって言って向かってきてるのかもしんないけどね。そろそろかな、そろそろお亡くなりになってもいいんですけどね。ダメですね、全然ダメコンっすね。どこ行く、どこ行く、どこ行った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 って、また消えるんかい。あー、2回目ー。さあどこだ、姿を現すがいい。お店、お前のお尻を刺してやる。あ、あいた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 。ふっ、下手くそ、ふっ、下手くそですよね。あ、これやばい、これはやばい。黄色になるとまずい。あー、随分と離されちまった。あ、でもまだいけるな。これがレッドになるとさすがにアウトってところかね。だからこのタイミングで飲み込んじゃえばいいのにね。まずい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 。飲む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 。ブラックバスって美味しいのかな。なんかよくキャッチ&リリースの対象とかに琵琶湖とかだったらなってるけどね。危ないんですよって。危ねえ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 。そうってなったりとかするからね、本当に。さてさて、そろそろ、え、オーケー、危ねえ。次どうなるかな。もう、でも、あ、まだか。まだお尻刺したしだね。あれ、もしかして、また消える、また消えるパターン。また消、あ、めっちゃ遠い。こんな伸縮自在だったっけ。OK、あ、まだ。もう一丁。あ、無理。あ、また消える。また消える、ザワス。いや、でも、もうこれで、もうこれでとどめ刺し切って終わりっしょ。いた？いないね。え、てちょちょちょ、あ、いてて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 て。よし、このくらいの角度。当たった。当たった？まだ。ほい。よし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 。オッケー。にゅわー！そうそう、これが生き顔パート1ね、まず。ふん。ふん。ふん。にゅ、うりゃ。ありゃ！オッケー。沈んでいきます。そもそもこれは何なの？侵入者の後、侵入者を跡形もなく消し去るために買ってたオオサンショウウオってところなのかな。オオサンショウウオ、ショウウオ、あれはどうなんだろう。バイオ特有のあのなんかウイルス的なものを注入するとでかくなるっていうの、元々はだから普通に1メートルとか2メートル程度の、まあ2メートルでかいから1メートルくらいのオオサンショウウオだったけど、そいつにプラーガを飲ませたことでなんかあんなに急成長しちゃったみたいな、そんな感じなのかな。生き顔パート2開けます。こうなってる時にさ、オオサンショウウオに異常があるんだから敵も見回ってきてね、つい倒すレオのことやっちゃえばよかったのにね。はい、まあ、ということでね、無事チャプター1の3クリアすることができました。ちょっとボス戦ダラダラとしてしまって大変申し訳ありませんでした。まあ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 、そんな感じでね。ということで、まあラジオ感覚で聞いていただいていかがだったでしょうか。ぜひ、ね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけたら嬉しいです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。